はい、どうぞ。いらっしゃ。うん、差し上げましょうか。それでは当店自慢の爽やかなジュースなんぞ。オレンジとイチジクがありますが。ですな。オレンジジュース。はい、ただいま。どうぞ。どうだ、また俺様の勝ちだ。おかしいな。おいらまた負けたの？これで5連勝な。さあさあ、お次は誰かな。この俺様に挑戦する強者はいないのかな。見事に当てた者にはこの金貨をあげちゃうよ。さあ誰かいないのかな。墨をつけられるのが嫌なのかな。臆病だな、みんな。よし、俺っちともう一回勝負だ。お、さすがだね。男一匹クーヤンちゃんか。さあ、行くぜ。コインはどれにあるのかな。どれかな、これかな。当ててみようか、一二のさん。さあ、どれだ。2番です。2番だ。よし、2番。じゃあ俺様は1番。勝負。ない。またしても俺様の勝ち。なんて弱い奴らなんだ。じゃあ今度は僕がやる。おお、じゃんけんマンいいぜ、大歓迎だ。じゃんけんマンのやつ引っかかったな。炭で真っ黒にしてやる。行くぜ。せーの、コインはどこにあるのかな。これかな、これかな。当ててみようか、1、2の3。2番だ。ジャンケンマンが選んだ2番のカップは、あいて、何すんだこいつ。うまいな。なんだよ、なんか文句でもあんのかよ。
んだギョ。ギョ。いいチキだ、いいチキだ。分かったわ。ヘッチャクチャを使ってテーブルの中からコインの場所を自由に変えてたのね。もしかしてバレてしまったんだギャ。おっちゃま、だから寄せばよかったのに。ずるいぞ、おそだし仮面。お返しだ。こんなんなっちゃった。覚えてろよ。いやー、実は俺っちもおかしいと思ってたんだ。よく言いますよ。そうだよ、グーヤンだって騙されてたくせに。どうもありがとう、教えてくれて。コインでインチキするやつは許せないのさ。おお、そうか、そんな男が現れおったか。コインでインチキするのは許せないって。こんな話を聞いたことがある。たった一人で村から村へコインを共に旅を続ける者がおるそうじゃ。コインにかけてはそやつの右に出るものはなく、風と共に現れては消えていくそうじゃ。あの人だわ。そやつの名をさすらいのコインダーというそうな。聞いたぎゃ聞いたぎゃ。なるほど、コインにかけては右に出るものがないコインダーね。だぎゃ。そうだ、ひらめいた。じゃあパパ頼んだよ。わかったよ、金を2トンだね。あの子ったら今日は真っ黒になるまで遊んだんですのよ。元気が何より。本当ですわね。見てろよコインダメ。さあ、どっちだ。裏。違うな、表だ。うわー、すごい、どうしてわかるの。じゃあ、これは裏。今度は当たったな。やったまあ、大きいですね、ぼっちゃま。一体何なんですか。うわー、大きなコイン。さすがぼっちゃん、すごいじゃん。いいか、俺様はこれを使ってコインダーとジャンケンマンに昨日のお返しをするのだ。その後そのまま一気に世界征服に乗り出すのだ。なっはっはっは。大丈夫かしら。いつものパターンだと心配だぎゃ。よし、スイッチオン。もう
徹夜して作り上げたスーパーメカなのだ。わあ、すごいすごいです。俺様に不可能の文字はない。やったやー、すごいやー。どんなもんだい。うわぁ、折れちゃった。なんだぎゃ、なんだぎゃ。うわぁ、すごい回転だぎゃ。坊ちゃま、張り切ってますね。あー、目が回る。急に動かなくなったギャ。坊ちゃま、どうしたんだギャ。坊ちゃま、冗談はやめましょうよ。そうだギャ、踏みつぶされるかと思ってびっくりしたギャ。その通りだ。ポインターさんを助けて。よし。
くれ、ここから出してくれ。おかげで助かりました、コインダーさん。かっこよかったよな。とっても強いんだもん。僕憧れちゃいました。もう一丁なんてひでえよな。そうですよ、ゆうべは愛子ちゃん家に泊まったんだから、今日僕ん家に。あ、オイラの家も泊まれるよ。俺だったら俺ん家だって空いてる。ありがとう。でも俺は旅を続けなくちゃな。きっとまた来てくださいね、コインダーさん。ああ、俺もこの村が気に入ったよ。きっとまた来るさ。そうだ、みんな手を出してごらん。アバよ。今度来る時まで預かっといてくれ。俺の分身だ。Let's go!